はい、皆さんこんにちは、東京料理家の麻生徹です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。はい、今日の質問は、医療事故ゼロと聞きました、どういったことに気をつけてますかっていう質問。もうあらゆるとこですよね。で、医療事故をゼロにするには、一番大事なチェックリストなんですよ。飛行機でもね、事故が起こらないっていうのはね、どんだけ気をつけてても難しいんですよ。人間って絶対ミスする生き物だから。チェックリストがあるんですよね。手術の前に麻酔器をチェックするとか。で、お医者さんみんなね、それぞれ気をつけてると思うんだけど、救急セットとか、究極人間は呼吸して心臓が動いてたら死にはしないんですよね。でも美容外科といってもいろんな薬剤使います。麻酔の薬剤とか、血圧がバンド落ちるお薬だったり、アレルギーが起こるだったり、でそんな時ね、この17年間やってるけど、様々いろんなことがあったんだけど、そのチェックリストにね、助けられました。で、今はね、麻酔科の先生がね、全クリニックにね、麻酔科の先生を、置いてるというか来ていただいてるんだけど、その先生がもう責任を持って、救急セットとか、麻酔器とか、何かあった時に、相談して呼吸をできるようにっていうのでね、やっぱその救急蘇生のプロなので、麻酔科の先生は。今、その先生たちがいるのはすごい助かってます。僕が開業した時はね、そこまでその安全に対してね、お金かけれなかったからね、いろいろ危ないこと経験したんです。自分の力を過信してたこともあるし、自分麻酔科も回ってるし、自分で麻酔科で手術もできると思ってたんだけど、でそういう時にね、本当医療事故になりそうなことがね、あって、ギリギリ助かったんだけど、本当に良かったなと思うんだけど、そういう経験からね、医療事故絶対起こさないように安全に対してはもう今コストを一番置いてます。で、手術の失敗っていうのはね、これ結構あるんです。だ何が失敗かっていうと、手術をして患者さんがこれは思っているのと違うっていうと、もうこれ失敗なんですよね。それなかなかもう美容外科の場合難しくて、その相手のイメージがこっちのイメージと違う場合、例えば鼻の形だってね、こういう形って言われて、ああ、そうねって、そういう風にしたら、これじゃないみたいなことがあったり、二重も幅を何回も確認してても、腫れが引いたら幅が狭くなったとか、でもそういう場合は、やり直すことができる。この手術、二重の幅が狭かったら、じゃあもう一回広げましょうとか、それを失敗って言われたら、失敗なんだけど、でもお互いの、なんていうの、コミュニケーション不足もあるから、よく話し合った上でね。でもそういう場合は、どっちが悪いっていうよりも、ね、向こうもイメージを、患者さんもイメージを伝えてくれないと困るし、胸の大きさだってね、もう大きくしたいんですって言ってきて、大きくしたら、大きすぎますとかね、そういうのは、でもリカバーできるので、その時誠実に対応すれば、お互い分かり合っていい関係性が築けていい手術ができると思っています。はい、このチャンネルがいいと思ったらいいねと、チャンネル登録の方もお願いします。お願いします。